FM 宜野湾をお聞きの皆さん、こんにちは。入ってるから。いやー。入ってるかな。FM 宜野湾お聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。私の声聞こえてますかね。聞こえてる。はい。時刻は3時を回っています。はい。今日もトロピカルビーチからお送りしています。はい。もう。いい天気ですね。もう全然真夏ですね。暑いですね。暑い。今日は暑いよ。長ズボン入ってきたの失敗でしたね。これは。ちょっと声が聞こえてるかが気になるんですけど、大丈夫です。聞こえてます。もしかして今入ったんじゃない？入ってます。入ってますか？ありがとうございます。今もゲノマンお聞きの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。マイクがちょっと入ってなかったです。失礼しました。手振ってくださってます。ありがとうございます。いやー、泳ぎに来たのかな。そうですね。トロピカルビーチからお送りしております。はい。今日もね、泳いでる方いらっしゃいますよ。音が割れてるらしいですね。音が割れてる。はい。はい、ツイキャスのですかね。ツイキャスが。はい、ありがとうございます。あ、どうもこんにちは。今ね、3時の休憩だ。3時休憩にね。そうか、工事をされてるっぽい格好の方が今休憩をされてるのかな。目の前がね、そう。そう。なんかビーチ、砂浜？砂浜に。今一生懸命なんか作られてるんですけど、今何作ってるんですかってさっき聞いたんですよ。おお、何なんですか？てか今インタビューしようかな。これ何作ってるんですか？すいません。お兄さん。ビーチサッカーのはいはい。ビーチサッカーのスタンド。ああ。あ、客席。はい。ああ、ありがとうございます。ポスター貼られてましたからね。ビーチサッカーの客席スタンド。客席。日本決定戦。作ってるらしいですよ。なんかそういうイベントがあるんですかね。近いうちもしかしたら。金土日にあるっていうことなんですけど、今ちょっともう本当に目の前なんで、どんなぐらいできてるか見に行ったんですけどね、ワクワクしますよね。なんか結構見慣れない光景ですね。砂は鳴らしてあって、ちゃんと本当に競技場みたいな感じで客席がこうね、階段状に組まれていて、組まれてすごいですね。コロステオみたいになってます。そうそうそう。嫌だな、それは。ね、楽しみですね。楽しそうですね。このイベントね、無料だそうですよ。観覧無料ってことなので、トロピカルビーチ今週金土日を週末にあります。もう最後じゃないですか、行ったら。もうもしかしたら何が夏、この夏、うん、最後のイベントになるかもしれないです。もうだんだん涼しくなると思うんで。まずビーチサッカーというものを見たことがないんですけど、一応サッカーをビーチでやるってことですよね。そうです、そうです。ビーチバレーみたいな感じで。これ難しいんですか、ね、そんな感じですね。やったことあるの？いや、ないですけど。見たことあります。でも人数は確かに決まって、サッカーよりは多くないですよ。あ、少ないんだ、やっぱり少ない。え、なんかボールがバーって転がらないから難しそうな。まあ、そこら辺だよね。砂だから難しいところは。でこぼこしてるしみたいな。ああ、ね、ちょっと想像できないですけど、見てみたいなと思います。うん、新しい感じで楽しいと思うので。はい、今日のお相手は、はい、一生懸命ちょっといつもより濃いメイクをしてきたユキと。ね、今日気づいてた。気づいてましたよ。気づいてたけど何も言わんし、放送までは触れない子と思って。ね、気づいてたけど、本当に知らんふりを続けた塚山と。それで行くんか。君の名はが流行りすぎて、君の名は見に行こうぜって言ってるけど、俺はシン・ゴジラが好きだって言ってるシン・エイチロです。あ、はい、じゃあ行きましょう。今日はこうやって。なんて言ったか全然わかんないね。シン・ゴジラって何？シン・ゴジラ。シン・ゴジラ知らないです。シン・ゴジラ。シン・ゴジラって。ちゃんと発音しないと。シン・ゴジラ。シン・ゴジラがシュ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 ってなってたから。シン・ゴジラが見たいんですよ。君の名はどっちも見たい。どっちも見たい。うん。シン・ゴジラか。でも、シン・ゴジラっすよ。どっちもあんま興味ないんだよな。いやいや、どっちも見たい私。まあ、どっちも見たいですけど、やっぱり。どっちかっていうと先に見るのは、いや、シン・ゴジラです。いいね。で、何だった名前は？シン・エイチロ。何がシン・エイチロ名前？シン・エイチロですよ。何がよ。じゃあ、シン・ユキと、そう、シン・塚山と、シン・エイチロです。で、お送りしていきたいと思います。何で見るの？本当に早いですね、メイク。メイク、メイク早くもやってくれましたね。わかります？濃いって。わかります、わかります。自分でやっててキモーと思う。ツイキャスの皆さん見せてあげてくださいよ。いつもより濃いんですよ、モリモリに。じゃ俺来た時、え、今日何が、なんでと思って、なんかあるんかなと思ってて。どうですか？あ、そっかそっか、先週そういう話したわと思って。したした。お前が一応言い出したんだから。でも大してじゃないですか。え？
対してじゃないですか。さっきあの事務所 FM ギノワの事務所でやってたら、うんうん、全然まだまだいけますよって言われてスタッフ多分いけますよ。これ以上やるのかな、中途半端ですよまだ。ああそっか。じゃあ言ったら H ローがやれって言ったじゃないですか、はいはい、そういう提案したのに、うん、めっちゃ反応薄いっていういやもっと興味ないだろう、確かにもっといけるだろうっていうのがあるんですよ。そっか、うん、それ言わないと思う。なんかスーパーとかでちょっとカラコンの前でうんって思ったんだけど、あー でもちょっと勇気出ない。カラコンいいね。カラコンは多分これ怖いですよね、多分勇気出ない、ね、勇気出なかった。カラコンやってほしいですね。どんどん変えていこうとしてるから。カラコンみたいよ。どんどん改造していこうとしてるから。そしたら次金髪ね。あ、金髪カラコンやって金髪はね別に大丈夫、やったことあるから。ギャルギャルにしようかな。そうですね。カールも描いてカール。はいはいはい。はい、でまあ大してできなかったんですけど、今日はテーマ。うん、ハロウィンのエピソードございますよ。なんかやっぱり変身はでも楽しいなと思いました。やっぱいつもの自分から変わるみたいな。変身は楽しいな。ちょっといつもより目でかいでしょ。うん、なんか確かになんか黒いですね。黒い、汚いな、なんか濃い感じで。やはりでもなんか新しみがあっていいですね。そうですか、ね、でもなんかやっぱ目合わせそうです誰やっけ。そうそうそう、あの子供とかなんかあるじゃないですか、うん、お父さんがこうしたら近寄らんくなったとか、お母さんが化粧落としたら近寄らんくなったみたいな。落としたら、そう、なんかそんな気持ち分かった気がする、なんか緊張する、変にこっちが、うん、見る側が緊張するぐらい。まあ本当に H ローの反応の薄さ、反応薄いけど、でもギロギロ見てるよね、遠目から見てるて、そうなんで、先週ね、エチローが仮装じゃないけどね、メイク濃い子してきて、鬼盛りしたらどうなるみたいな話してたんですけど、ね、でやったらやったで、全然、うーんって感じで、まあ、ちょっと半端だったらしいです、ね、もっと変わると思ってたんですよ、うん、あー、ダメ出しですね、薄いですね、まだ。そっか、なんかあの舞台衣装は、あの化粧はやったことあるんですけど、はいはいはい、舞台化粧でその辺荒れてたらおかしいでしょ。まあ確かに違いますけど、どこまでやっていいかがわからない。ラインがやっぱわかんない、日頃やらないから、ね、でもそれで言ったら、うん、ハロウィンだったらもう何だって OK じゃないですか。そうですね、もうみんな変わりますもん ね街中も。そう、誰だお前みたいな、気づかないですもん、友達に会っても。だからこの、うん、はいはい、なんかエピソード、うん、去年はこうでしたとか、今年はやりますよとかね、とかなんかありましたらぜひ送ってください、ね、ハロウィンで、ハロウィンで、仮装でもね、はい、お菓子もらいに行ったよでもいいんですよ、うんうん、全然いろいろあります、はい、メール、はい、読みますか。お願いします。 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com でございます、はいはい、ツイキャスト放送してますので、ユーストリームも放送しておりますね。そちらにもメッセージお願いいたします。はい、いやー、どうぞ、私お待ちしております。はい、それでは、ツイキャス、はいはい、ツイキャスの一応軽く読んでいいですか。エコザイさん、ハローハローって来てます。ハローハロー。ありがとうございます。チャラいキビファンさん、ヘイヘイユキちゃん、グリーンノートのお二人さん、こんちーす。こんちーす。チャラいね、今日。でも、初めてじゃない、グリーンノートってちゃんと言ってくれたの。おぉ、あれよかった。ボケるの疲れたんじゃん。チャラいキビファンさん、ゆきちゃん髪型変えた、どっかの人形かと思った、ゆきちゃん若いなってきてますよ。やった。そう、髪型変えた。前髪があるでしょ、そう、前髪おろしますね、今日は。前髪型も変えて。いつも前髪どこにあるんですか、うん、どこにあるのって。前だ。分けたりしてるけど。そうそう。ああ、おろしてる。こんなちびまる子ちゃんみたいな。なってます？わかんないみたいな。わかんないけど。なってるとしたら失敗。あ、だからゆきちゃんハロウィンの仮装してんのって聞いて。仮装じゃないですよ、言ったら。化粧ですね。化粧を仮装って言ったら失礼に当たりますからね。ありがとうございます。ツイキャスもどんどんお待ちしております。はい、それでは1曲目お届けしましょう、はい、スマッシュマウスパシフィックコーストパーティー。はい、
サザンブリーズをお聞きの皆さん、こんにちは。Yeah. はい、それではここでゲストの登場ですよ。ですね、基地の中でさ行われるあのハロウィンの本格的なイベントのことで今日はお話を伺いたいと思います。自己紹介お願いします。はい、こんにちは、久子です。よろしくお願いします。久子、はい、さん、こんにちは。はいはい、ハッピーリングの久子です。はい、はい、よろしくお願いします。はい、久しぶりですね。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はね、ハロウィンの話題で言ってるんですけども、はい、14日と15日、はい、今日は11日だからもうすぐですよね。そうですね、うん、今週の金曜日と土曜日になります。はい、はい、読谷にある鳥居ステーションの米軍基地内の鳥居ビーチで、はいはい、もう本格的な本場の本気のハロウィンパーティーがありますので皆さんにご紹介を、はい、本場ですからね、言っても。そう、本場です。はい、もうディスプレイももうめちゃくちゃ凝っているし、うん、で今年初めて、はい、いつもはね基地内だけのハロウィンをやっていたんですけど、はい、今年はですね、初めて、ゲート基地を開放してですね、誰でも来ていただけるハロウィンパーティーになりました。すごいんじゃないですか。すごいはず。時間区切ってですか、はい、この何時から入ります、みたいな。5時からゲートの方をオープンします。で、ハロウィンパーティーは、午後6時から夜中の12時まで、結構やってますね。うん、なので、はい、だから早い時間はね、皆様、うん、お子ちゃまの、ね、うんうん、ファミリーで楽しんでいただけて、うんうん、だんだんね、うん、ちょっと夜の、はい、アダルトな夜になっていく感じ。めっちゃ怖そう。夜怖そう。で、鳥ビーチは本当に綺麗なビーチで、うん、サマーフェスティバルも8月にあったんですけれども、本当にね、すごく綺麗なので。鳥ビーチって言ったら、うん、普段は入れないんですか。そうですね、一応、まあ、米軍基地内のビーチになっているので、なのでものすごく綺麗に整備をされていて、はいはい、もう本当に裸足でも安全に安心に歩けるビーチですね。はいはい、でそこのビーチで屋外ですね、うん、そこにですね、今スタッフの方が会場の作りをしていてですね、うん、今日も本当は、ね、スタッフも来たかったんですけど、うん、もう準備に追われているので、はい、ここの鳥居ステーションのですね、うん、このイベントを作っているのが、まあ、福利厚生課、リクリエーションの部署なんですけど、陸軍のですか。はいはいはい、もうそのスタッフがですね、うん、もう皆さんに思い出作りを、もうね、We are creating the memories って言って、皆さんの思い出作りを私たちはしていきたいっていう気持ちがものすごく強いスタッフで、もう本当にお休みなしでずっともう準備に取り掛かって、来ていただいた方全員に楽しんでいただきたいということで、もう本当に楽しみにしていただきたいイベントです。これって入場は、はい、じゃあとりあえず基地内だけど、うん、フリーパスってか、はい、パスなしで入れて、一応ですね、身分証明書だけを持ってきていただいて、はいはい、一応、まあ、セキュリティチェックを通ってですね、はい、入場していただきます。もちろんフリーです、うん、無料で入れます。入るの無料、はいはいはい、普段もう見るだけの、そうですね、これはいいですね、はい、そしてですね、今回別に参加しなくても、うん、見るだけでも楽しめる、そう、もちろん、そうです、そうです、はい、で今回ですね、なんと仮想コンテストがありまして、はいはい、賞金総額が3000ドル、3000ドルっていうと、まあ、100円で換算すると30万円。めっちゃ凝ってますよ、30万って、うん、でそれもですね、では、大丈夫、コスチュームのこの、仮装コンテストなんですけど、うん、はい、カテゴリーが分かれてまして、カテゴリー、はい、12歳以下の、はいはい、子供の部門が7時半から始まります。はい、うんうん、こちらもですね、こちらの後がですね、この13歳から18歳、こちらも子ども部門で、こちらが8時半からで、その後、大人の部なんですけど、うん、ベストメイクアップ、メイキャップ、うん、メイキャップ、ゆきちゃん、さっきの話題じゃないけど今日いけるんちゃう。これ仮装じゃないってば、化粧だってば。メイク、メイキャップ、うん、化粧ってことですね。ハロウィンのね、
9時半から。そして、マストクリエイティブ。これはね、クリエイティブに、いかにクリエイティブにこう、はい、自分らしさっていうか、こう、なんていうの、個性を出してる感じで、こう、そんな感じの、いかにこう、作り出してる感があるかっていうのをですね、のコンテストが10時半からです。で、こちらのコンテストはですね、コンテストに出たいって言って事前にエントリーとかがなくって、はい、会場に行って、こう普通に楽しんでいる時にですね、審査員が歩いてますので、そこでバッジを渡されて、何時にコンテスト出てくださいっていうことで、そういうことですね。そうですね、そうですね。無料出しとけばいいんですね。はい、それをしてて、仮装して祭り楽しんでるだけで、そうです。いつの間にか優勝しちゃったとかも、そうありえますね。なので気合い入れてね、来て、ぜひアピールして、こうゾンビだったらゾンビらしくとかね、歩いたりとかしていただければと思います。面倒くさくなくていいですね、このねエントリーとかね、そうなの、そうなの、面倒じゃないですか、嫌な部分ありますもん、なんか恥ずかしいみたいな、そうそうそう、うん、ですよね、恥ずかしいなみたいなのがあるから、はいはい、まあ、それがないのはだいぶなんかいいですね、ね、はい、なのでそういう人たちもいっぱい来てるのを、仮装してない人たちが見るのも楽しいという、うん、はい、そしてそのコンテストのその時間にですね、はい、ステージの方に上がっていただいて、うん、コンテストが行われます、はい、で賞金なんですけれども、はい、3位が子供の部は50ドル、うん、大人があですね、で2位が100ドル、うん、まあ、1万円、1位が150ドル1万5000円子供の部門で、はい、これってドルでもらえるんですか？ドルのはず、ドルで買ってやるからドル、まあまあ買えればいいですか、ね、そうそうそう、いっぱいありますからね、買えられるところがそしてですね、うん、大人の部、3位が100ドル1万円ね、うん、はい、2位が200ドル、1位が300ドルなんと、うん、はい、そしてこれがね金曜日の予定となっていまして、はい、これ14日の金曜日、うん、で金曜日はですねもう一つバイクパフォーマンス、うん、バイクショーが予定されてます、うん、こちらですね、はい、もう本当にスタントですね、バイクのスタント、へ、うん、スタントショーに近いものが、めっちゃ面白そうです、でしかもハロウィンのコンセプトなので、うん、掛け合わせた感じでますます盛り上がった感じになりますね、今だかつて見たことないものがね、うんうんうん、基地内だからなんか道とかも結構広々使えてすごそうですね、そうね、そう、うん、もうこれをこのトリービーチに今もうそういったバイクショーができるようなのを作ってですね、はいはいはい、ものすごく迫力があって、で本当に一流のスタントマンというかが来るそうです、はい、そして15日の土曜 日、土曜日こちらがですね、こちら2つのコンテストがありまして、うん、スケアリストって言って最も怖いでしょう、うん、最も怖い人に贈られる賞なんですが、うん、はい、こちらが8時にからコンテストが行われますので、はい、その前に会場の方に来ていただいて、うん、でね、その中で一番怖い人がステージの方に、うん、なので見てても楽しいですね、うん、はい、で、9時半から予定されているのがコスプレショー、はい、これはですね、まあ、いわゆるコスプレ、こう例えばアニメのキャラクターだとか、うんうん、そういった本当にね仮装、うん、コスプレショー何かになりきってたわけです、そうですね、うん、そう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 、そんな感じですね、はいはい、こちらが9時半からなので9時半前にね会場の方でこうアピールしていただければと思います、うん、こちらが賞金の方がなんと3位が100ドル2位が200ドル、うん、1位がやっぱり300ドルとなっていて、うん、総額3000ドルの賞金が用意されています、なのでなぜこういった賞金もたくさんね、うん、出してっていう形にしてるかというと、はい、もうこのハロウィンパーティーは来た方たちがメインのお祭りですよっていうことなんですよね、うんうん、ステージとかそういうのではなくて、もう来てる方々が皆さんもパフォーマーで主役で、そうそう主役だよっていうコンセプトなんですね、で、あとですねお店もたくさん出てます、基地内の飲食店もブースを出してるし、あとは読谷村だとか、うん、ジャークチキンだとか、あちこちから人気のお店が出てますね、そしてですね、うん、ゆきちゃんお酒飲むっけ、はいはい、お
お酒もですね、クラフトビア、生ビールとか、ビールの種類にもすごくこだわっていて、美味しいビールだとか、あとカクテルも、モトリービーチの、特製のモヒートとか、フレッシュミントとか入ったの、でそれもノンアルコールとアルコール入りがあったりとかもするので、そういった形で、飲んだり食べたりも、その気持ちのいい、ビーチのところで、まあここトロピカルビーチも気持ちいいですけど、たまには違うビーチに皆さんね、群の中、群の中ですね。ハイネケンありますか？あるはずよ。行きましょう。間違いないね。あ、土曜日はバーンアウトっていう。あ、そうそうそう、バーンアウト。土曜日のイベントの、ハイライトがバーンアウトですね。バーンアウトって何ですか？車のショーですね。こちらのも。そうそうそう、それの 100倍ぐらいの感じかな。そうですそうです、薄めましたよ今、ね、かなり、そう、そのバーンアウトも本当に車のショーで、なんかね、ちょっとね、さっき映像っていうか調べたらかなり迫力のある、ドリフトとかするんですか？そう、あ、そう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 、かっこいい。それもかなりスキルの高い、まあ、ドライバーの方が来てショーをするということなので、これも皆さん楽しんでいただける。ちなみにですけど、はい、今まで一番すごいなと思ったコスプレとかないですか？ああ、見た中で今回ですね、実はこれが初の。あ、そうなんです。そう、米軍基地内で一応トリックアトリートって言って、子どもたちが、はい、お家を回ってお菓子をもらってね、はい、やるハロウィンパーティーっていうのはやってたんですけど、はい、今回大きくやるのは初めてなので、どんな方がいらっしゃるか、まだ見たことがないというですね。そうそうね、楽しみにしてる方もいらっしゃって、でこれを見に行く人たちも本当に楽しいですね。そしてですね、なんとこれだけではなく、DJ もなんととても豪華です。DJ タシと、タシ、はい、DJ シェリーが来ます。バイバイ。あ、かわいい。ね。そう、あ、そうそう、赤ちゃんの仮装も楽しんだなと思ってるんですけどね。赤ちゃん、そうそう、で、DJ タシはですね、アジアではもう本当にキングオブ DJ と言われている、うちなんちですね、今東京でも活躍していて、もっとミーシャの DJ とかもやっていて、すげえ、那覇のクラブでは、うん、めっちゃ有名なDJ が、はい、プレイします、うん、そして DJ シェリーもこれも東京からですね、とても可愛い、キリ可愛いでしょ、可愛いですね、が来ま す, そ, す、そしてですね、 DJ サラサーがですね、こちら実はですね、10月の14、15がお天気が悪くて、はい、開催ができなかった場合、21、22日に順延になるんですけれども、延期になるんですが、はい、その時にはですね、DJ サラサがプレイにしに来るということになっていますね。DJ サラサが。なので、もう食べて飲んで見て仮装して、あと聞いて、もう最高じゃないですか。最高の夜に。そう、あ、そう、そう、いいこと言うね。DJ サラサさん、すごいですね。はい、DJ サラサも。逆から読んでもサラサですね。あ、本当だ。はい。アサラスじゃないの。この行事だったらアサラス。サラス。まあそんな感じのハロウィンなんですけど、はい。ね、今週の金曜日と土曜日。14日と15日、トリービーチで、そしてですね、はい、なんとこの基地内にですね、この会場のすぐ近くに代行とかタクシーとかも用意してあるので、安心してもうね、バリバリ飲めるね。いろんなところにまでね、スタッフが気を配って優しいんですよ。あ、めちゃくちゃ優しいんです。仮装のまま代行になるのか。いいね。いいじゃん別にそれは。で、サマーフェスティバルってすごく混雑をしてたんですよ、去年まで、はい、なので一つのゲートだけだとオープンだと、はい、米軍ってゲートがいくつかあるんですけど、はい、今年からですね、2つのゲートをオープンするので、混雑もなく、ストレスもなく中に入っていただこうということで、駐車場たくさんあります。で、そこからバスが
会場の入り口までありますので、はい、なんていうんだっけ、あ、シャトルバスがねあるので、それに乗って、まあ、ストレスなく入っていただけるようになっています。なるほど、はい、これはどこまで行ったら案内とか出てますかね。そうですね、読谷の、イオンタウン分かります、はい、うん、あの辺りに来ればもうあの案内が出ていて、うんうんうん、通常ですねメインゲートが鳥居ステーション、あの鳥居が立っている、はい、6号線沿いのところからは今回は入れなくてですね、はい、っていうのは会場から遠いので、はい、ではなくてそちらの、イオンタウンの方ですね、うんうん、あそこのバイパスあるんですよね、あの膝側渡った、うん、あそこのバイパスに一箇所バイパスゲートというのがあって、うん、あともう一つはそのイオンタウンの一歩向こうをですね曲がっていくと入れますので、もうね本当に入った途端にもうアメリカンっていう、うん、へー感じなので、入りたいですね、これ。うん、なんか飲み物、食べ物は円で買えるんですか。大丈夫、買える、大丈夫、大丈夫、大丈夫、そこは大丈夫な、そこ大事だよねなんかね、用意しとかないとかな、円使います。うん、はい、もうね、本当にお腹空かせて、で、今回ですね、一応ちょっとペットはご遠慮くださいっていうことと、はい、あとはあの食べ物飲み物もたくさん用意してありますので、うん、持ち込みは、はい、あのご遠慮くださいっていうことですね、うん、そのぐらいかな、身分証明書ですね、はい、一応お酒を飲む方は身分証明書がやはり確認で、はい、20歳以上の方だけあのお酒が飲めるということですね。すごい、なんか普段入れないところだし、うんうんね、うん、その上にこのみんな仮装もしてるし、すごいもう非現実ですね。そうなんです ね、 ね、そう、あのイベントってさ、なんかその空間、うん、こうなんていうのかな、普段の生活とはちょっと違うことを感じることで、はい、多分なんていうの、元気になれるというか、またね、明日から頑張れるってね、うん、そんなね、あの思いでやっていますのでね。ひさこさんはなんかスタッフなんですか。あ、そう、今回はですね、ちょっとあのこの DJ、 え、 DJ やるんですか。あの DJ ブッキングですね、そういったことはあのアリアボイスの方で、うん、あのやってますので、ちょっとその辺でお手伝いさせていただいたりとかしてます。はい、ハッピーリングはあれ、うん、結婚、うん、相談所もやっているし、あとですね、こういったイベント企画を出すとかもやっていて、で今回私あのアリアボイスネットワークさんの方で、あのこちらの企画とっていうことでお手伝いさせてもらってる感じですね。で英会話教室もされてたりしてね。そう、英会話教室も、はい、はい、やってますね、通訳のお仕事させていただいているので、ね、うん、はいはいはい、なるほど、はいはい、質問ありますか。質問ありますか。もう一度このイベント名をね、はい、はい、じゃあおさらいしましょう。はい、あのイベント名ゴーストオンザビーチ、はい、でトリビーチでハロウィンパーティーが行われます、はい、10月の14、15日今週の金曜日、土曜日です、夕方5時から入れまして、はい、パーティーのスタートが午後6時から、そして夜中の12時までハロウィンパーティーを行われます。はい、バンアウトですとですね、あのバイクショー、さっき言ってた、うん、これが金曜日と土曜日、バイクショー金曜日が、8時からと10時からの2回ですね、はい、土曜日がバンアウト、車のショーですね、うん、こちらが8時半から10時の2回予定されてますので、うんうんうん、ぜひぜひお越しください。ね、あとですね、あのごめんなさい、コスチュームがないとか、はい、仮装どうしようとかっていう、はい、あでもあのもう間に合わないとか、うん、あのそういうことがありましたらご安心ください。うん、当日ですね、会場に行くと、うん、メイク、うん、そのハロウィンメイクをしてくれるように用意もされているという。なので、そのまま行ってもそのちょっとね、せっかく来たからちょっと仮装したいなと思ったらそれもできるようにちゃんとご用意されているということですね。まあちょっとねって、うん、だからなんかゾンビになるのは簡単だよってスタッフの方が言ってたんですけど、ちょっと T シャツちょっとね、ちょっと破ったりとかして、ゾンビ感で顔も真っ白に塗って、こう目の周り真っ黒にしてそうそうそう、そしたらもうね、あっという間に馴染めるなれるという、うんうん、まあ、この機会にこうちょっとね、あの
普段の生活からね、ちょっとやっぱりすごいな、本場ですね。はい、であと9時からですね、なんとこれはまだ公開されてないサプライズも用意されているので、はい、お楽しみに。行きたくなっちゃったでしょ、今ので行くと。すごそう、あの本格的に誰が来るんだろう、ちょっとですね、来た方たち全員に楽しんでいただけるようにサプライズも用意されてますので、はい、楽しみにしてください。来てよ来てよ、本当に楽しい。アイネ県飲みに行きます、なんかね、本当なんかお酒好きの方たちにも、はい、ちゃんとそういったね、なんかいろんなお酒を用意してみたいなので、お、楽しみにしてください。はい、奥間ビーチっていう、エアフォースの、リゾート地があるんですけど、そちらからも出店されるということなので、かなりアメリカンな食事も楽しめる感じですね。へ、海の中に入れること自体がそんなないですからね。そうですね、本当、でこちらのトリステーションの、その、在沖米陸軍なんですけど、こちらのこのイベントをやってるスタッフの方たちには本当にもう地元の方、地元の方じゃなくても内地の人も、もう皆さん来てくださいっていう気持ちで今回ゲートオープンでやるので、はい、もう全然日本語も全然通じますし、そういったね、心配せずに、はい、来ていただければと思います。はい、わかりました。ぜひね、ちょっと近くにあるアメリカなんでね、行きたいですね。ちびちゃんとかもね、ちょっと可愛い仮装したりとかして、親子とかでね、親子とかでみんな来たらいいと思います。ね、絶対可愛いはずよ。はい、はい、それではぜひ行ってみたいと思います。もうね、14日15日夕方やってますので、はい、今日何曜日、火曜日、水木金、金曜日と土曜日、もうすぐですね。はい、すぐで始まります。はい、占いコーナーもあるし、すごい、いっぱいありますね。ねえ、本当にありすぎてどこ行けばいいか分からないですよ。時間足りるってなってきて、そうなので金曜日の6時から12時と土曜日の6時から12時、2日間楽しんでいただければと思う。ショーも違うショーをやるので飽きないように、ぜひぜひ入り浸ってずっといてくださればと思います、はい、ゴーストオンザビーチ、読谷の鳥居ビーチで行われます。ぜひ行ってみてください。今日は久子さんに来ていただきました。久子、はいはい、でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ツイキャスとか来てます。ツイキャスはエコザイルさんですね。あ、マイク、マイク、ツイキャス、エコザイルさん、はい、バイクエクストリームやるのって来てます。あ、バイクショーじゃないですか。そうですね、エクストリーム、これはね、そう、エクストリームってなんだろう、エコザイルさん。なんですかね。まあ多分結局もうスタントショーだって言ってましたね。多分当たってるのもなんか、当たってる感じっぽいですよね。そういうのもあります。車もありますから。そう、バイクも車も。ぜひぜひエコザイルさんも来てください。お願いします。感想をね、メッセージいただけたら嬉しいな。これはすごかったよ。ありがとうございます。はい、それではここで一曲お届けしましょう。ニーヨフィーチャリング歌だ。Do you?なるほど、はい、じゃ ありがとうございました。面白かったです。はい、またよろしくお願いします。はい、こっち詰めましょうか。あ、はいはい、また近づいたら、あ、これ置いときます。はいはい、山下さん今日どこにいるかな。取材に今行ってるんで、ちょっとどこ行ってるか分からない。
あ、気象庁かな。気象庁お天気坊や坊やこれの CM は多分ギナワンさんとボサフンでお願いできるんですよ、ね、はいはいはい、あ、はいはい、このバッグ買って、はいはい、っていう話を、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっとこっちに、あ、こっち、あ、いや、もう40分なってメール来てます。サウンズ・ザ・ドリーム、天気予報、天気予報も見れます？さらっと。交通情報もさらっといいですか？時刻は3時43分を回っています。サザンブリーズをお送りしております。はいはい、宜野湾市のトロピカルビーチサテライトスタジオから雪と塚山と穏やかな栄一郎がお送りしてます。お送りしております。はい、ですね、はい、あの今日はね遊泳できるんですよ。で泳いでいらっしゃる方もいらっしゃるんですけど、はい、すね、あの隣のアロハビーチとかサンセットビーチは遊泳禁止になってましてね。そうですね。なんでですか？なんだか知ってます？知ってますよ。何ですか？サメが出たんですよね。そうそうそう。へぇ、オオメジロザメっていうのが出たらしくて。チャタンでってこと？はいはい。
で一応なんか隣だから来るんじゃないのかなと思って聞いてみたんですよ。いや来ないらしいです。来ないんですか。あの宜野湾トロピカルビーチは、はい、サンゴ礁が浅いのでとても浅いので、はいはい、来ないらしいです。入ってこれないの。はい、そういうのがあるんですね。というわけで今日も泳げますの で、もしね茶炭でってなった人はトロピカルビーチに来てはいかがでしょうか。サメがいないんですね。はい、はい、ではここでお天気情報です。はい、はいはい、今日11日ですね。北東の風のち北の風やや強く晴れのち曇り、夜の初め頃一時雨、ところにより雷を伴う、うん、波2メートル、うねりを伴うでしょう、はい、で夜18時以降から降水確率が 60% となっておりまして、うん、日中の最高気温が30度です、ね、まだ暑いので、そんなもんか、もっとありそうですけどね。明日12日はですね曇りとなってます。で降水確率も 60% で、明日が日中の最高が29度、朝の最低が25度となってます。ちょっと寒くなってきました。ちょっとひんやり多分すると思うんで、ね、いいね。エアコンとか切ってね、家に近づいたね。してください。沖縄の人喜びますよね。冬ってなんか好きですよね。冬好きなんですよ。沖縄の人、確かになんかやっぱ気楽じゃないんですか。ね、あんまり大して寒くないからね。そう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 、うん、はい、では交通情報お願いします。はい、沖縄自動車道はまあところどころ規制があります。はい、渋滞はどうですか。渋滞はありません。はい、ないですね。大丈夫でございます。でですね、あとは一般道ですね、はい、一般道の方が、あ、これは来てるぞ。お、大蛇名から牧港58号線ですね。ちょっと渋滞、うん、少し渋滞してますね。反対のグスクマから牧港向けもちょっと渋滞しております、はい、あとここはどこですか。ガネコ、はい、ガネコ交差点の方も少しだけ渋滞ありますので、はい、うん、安全運転、はい、お願いします。ね、はい、それで、はい、以上お天気と道路交通情報でした。いや、で、あとメールが届いております。はい、今日はテーマハロウィンのエピソードです。ハロウィン、はい、チャラ AKB ファンさんですね。ありがとうございます。ヘイヘイユキちゃん、グリーンノートのお二人さん、サザンブリーズお聞きのリスナーの皆さん、こんちぃー チ, ースチャラいね。ユキちゃん髪切って綺麗だぜ。お、明日の小座の朝の番組もそれでお願いします。こ、前髪のズラやで。じゃあテーマに行くな。はい、今日のテーマハロウィン。俺はですね、仮装しても似合わないから仮装なんかしないな、うん、ってことでここで整いました。おいきなり。いきなり本当に。ハロウィンとかけまして、うん、歌と解きます、うん、その心は歌詞が必要でしょう。歌詞、あのお菓子の歌詞と、あの歌の歌詞の方、はい、以上だ。面白かったらゆきちゃんの泣きすくれよ。あ、ということで59点。59点。そんな感じやな。でも俺、はい、毎週思うけどうまいですよ普通に。うん、うん、ね、気持ちいい。あ、俺謎かけとかめっちゃ好きだから、うん、そう、おーってなる。いいですよね。そう、毎週これ楽しみにしてますので、うん、ありがとうございます。続けてください、お願いします、はい、ぜひお願いします。はい、もう似合う似合わんってあるかな、仮装に。まあ、いや、なんかすごいね、理想が高いんじゃない。多分もうすごいもんやろうとしてるからね、だと思うけど、言ったら、ね、傷かくだけでも仮装は仮装だし、うん、ね、絶対やった方が楽しいと思います。面白いと思いますよね。で、もう一件来ております、はい、ホコザイルさん、ユッキーチュ、グラタンオアシュチューのお二人さん、ハロハロ。どういうことやねん、もう関係ないよ、もう筆記用具でもなくなった、全部ドロドロしてるやん。、ホワイト系でね、うん、エグザイル出すよ。ハロウィンの思い出はてんてんてんない。あ、こんなざっくりない。あ、ないのか。去年まで関係なく仕事漬けだったからな。わら、ユッキーとトリーの面白そうなの行ってみようかな。ユッキー一緒行く？じゃあ後からやーって。みんなで行く？いいですね、みんなで行った方が絶対楽しいです。ね、仮装も、まあ一人で行っても多分そうです、実際は楽しめそうなイベントでしたし、ハイネケン飲みに行きましょうか。みんなで、みんなでね、楽しそうですね、それはそれで。お、ツイキャスもすみません、結構来てますね。あ、エコザイルさん、さっきのバイクエクストリームのやつですね、うんうん、YouTube で検索したら見えるよということでございます。 YouTube もいいけど、うん、本場のね、生で見た方が楽しいと思う。そうですよ、迫力はやっぱり、これは ね見てください。アスカさん、こんにちは。
今日からテストなので久々にこのラジオを聞くことができますということで、おー午前中で終わりなのかな、テストか、テスト、そういう時期か今、いいですね、はい、野の中の銀のホタルさん、はい、こんにちは、ゆきさん、グリーンノートの塚山くんと高典くん、かっこいい、こんにちは、一緒矢沢いい吉みたいなこと言わないで、え矢沢いいけどみたいな、うん、そういうスタンスよね、はい、以上だった以上行きましょう、次以上だった以上以上エコザイルさん、サメは入ってこれないけどグリーンの音は入ってくるから注意呼びかけないと笑って、まあ確かにな、使えば森持って入るからな、うん、海にな、森持って入るどういうこと、全然危険じゃない、森持って UA するかこいつは、よくわかんないんだよ、じゃあ以上次行こう、ざっくりしすぎだろ、次行こう、アスカさん、ハロウィンの日になると仲がいい隣の家に行ってインターフォンを鳴らし、トリックはトリックと言って、インターフォンって言うんですよ、ね。インターフォン？インターフォン。インターフォン。インターフォンじゃないですか。いやいや、これがそこにこだわらなくても、うん。それより俺のトリックはトリックに突っ込むお前。バイバイしてくれてありがとうございます。トリックはトリックと言ってお菓子をもらってます。おお、はい、いい。やったことないな、実際そういうの。お、ラジオ聞いてくれてるんですね。ありがとうございます。やったことある、そういうこと。なんか近隣の家回ってトリコアトリーっつってお菓子もらうみたいな、1回だけあるよ、あるんだ、あるある、おばあちゃんに1回行ってな昔、あ自分のおばあちゃん家にってこと、そう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 、トリコアトリーっつった、行った、絶対行ってないだろ、行ったけど、うん、意味分かってんかった何だよって、うん、なんだろ、ムラビトンバーみたいな感じで、はぁみたいな言われたの覚えてる、もち怖い、もち行けってそういう子言ってない怖い、あーでもやったことないな実際、あー やりたいな今年は、よしやってみよう一回、そう仮装とか、でも俺みたいな年のさ、うん、この身長もまあまあ175、6ある人が、うん、仮装して知らん人の家行ってトリックはトリックってマジ怖いだろ、あー多分お金あげると思う、あげんな、うん、これで勘弁してください取り立て屋みたいになってんだ、うん、それは、本当だ、でもやってみたい願望はちょっとあるかも、可愛い仮装してれば大丈夫かもしれないな、もっと可愛くないから可愛い仮装したらなんか痛いやつになるだけじゃない可愛い仮装ね、なんか可愛らしさは多分出ないと思う、可愛い仮装でも、うん、分かりやすく、あ、うん、仮装しておられるんですねみたいな感じを出さないと、なんかただ立ってったら怖いですね、確かに普通の格好で逆に行った方が怖いかもしれない、うん、あじゃあ今日で決めません、何をこの仮装するもの、もの、でも仮装する、もう絶対仮装してないよ、しましょう 今月で、だから決めましょう今日で、何を、誰が何仮装するかとか、それはいや実際本当に来てのお楽しみじゃん、そう、ね、言ったら面白くないよね、そうただ変にハードル上がるだけじゃ一応やるということでいいですね、俺本当にやってきますよ、あいいですよ、やりたい人はやろう、いやそれダメ、やりたい人はやろう、絶対やろう絶対なんで強要すんの、お前だってゆきさんにもこんなって化粧のこと言って、うん、実際反応薄いやし、ゆきさんまだ甘いからね、甘いよね、甘い甘い、なんかちゃんとリアクションしてくれたらやってもいいけど、これやったうちに入ってないと、うん、そういうこと、まあ取りまあ俺やりますわ、そうだから自分だけやっていいよ全然、うん、じゃあみんなやらないといけないよ、これやりたい人はやる、やりたくない人はやらないということ、ゆきさんがみんなやるって言ったらやりましょう、ゆきさんやります、やる、あこれも確定聞きました、なんでよ関係ないだろ、俺はもうメインパーソナリティがやるって言ったらもうやらないといけないんですよ、関係ねえだろそんな、俺じゃあ来週来ねえよ、もう、あ抵抗してる、抵抗してる、来週来ねえよ、どうする、あじゃあ自分が塚山の車仮装しときますね、どういうことよお前、やめろ、ガチガチにカスタムしてやめろ、いたしゃなるだろ、はい、ねえ、いろいろエピソードメッセージそのぐらいですかね、メッセージそうですね、はい、今のところ以上となっております、じゃあってことはもう、はいはい、ターカーとかはやったことなさそうですね、そうないんですよね、あ挑戦しないと、普通の あれだったらありますよ、あのエイサーの時にチョンダラだったら、あそれでいいじゃん、あれを仮装というのであればあれは毎年やってますよ、じゃああれでいいんじゃないですかね、でもなんか違うじゃん、みんなわかる、ゾンビとかフランケンシュタインとかいろいろやってる中チョンダラ相手はなんか、うん、えってなるじゃん浮くじゃん明らかに、なんだこいつみたいな、いそうですね、でも今いないことはないと思うけど、ね、うんうん、やろう、そういえばハロウィン枠みたいなありましたね、エイサーにね、チョンダラがそうですね、そうそうそう、あれが唯一のハロウィン枠とは言わないけどそしていい枠みたいな、ピエロみたいな、あれぐらいかな、やりたい気持ちはあるけどやろうとはあんまり思えないな、うん、なんか踏み込めない、
いやでもじゃあこう本格的なやつ見たらちょっと気持ち動くかもね。14、15のねトリービーチぜひ行ってみたいですよね。あ、いいです。はいはい、あ、でもあっちだったらあれですもんね、やってくれる、何もしないでいいんですもんね、はい、行くときには。そうですよ、どんなにやってくださいって言えばいい。そうだったらいいかもしれない。多分あれが恥ずかしい、この家でやってきて、うん、みんなに会うのが恥ずかしいと思う俺は。そうよね、会場ではいいけどそこ行くまでがね、そう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 、恥ずかしい。面白くないですかそれ、人の反応とか見るの。面白そう。反応しないやつがそんなこと言うなお前。これは面白そうですな。アスカさんから来てます、うん、ハロウィンの季節になると傷メイクしたいなって毎年思います、うん、あやっぱ傷メイク思う人はちゃんと毎年思うんだね。顔とかにです。メイクだから顔とかかな、顔とか首もとかじゃないですか。わ、怖い怖い怖い。あれもう普通にやってみよう。リアルなやつってマジで怖いもん。あれうわっと思う。え、こいつ殴られたの。意外と気が小さいね俺。そうなんですよ本当に。わかりました。見た目によらず。では今日は、うん、はい、サザンブリーズをお送りしていきました。私この前、はい、あ時間あるかな、あの狭いとこで車のドア閉めようとして、はいはい、自分の顔を挟んで、もう自分の顔をもうちょっとちっちゃいと思っているユキと、今日ねメイクね全く知らんふりをした塚山と、君の名はよりシンゴジラの新栄一郎でございました。はい、以上です。はい、聞いてくれてありがとうございます。また来週、また来週、はい、ありがとうございました。おい、ツイキャス、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました、吉本もハロウィンイベントやってるのでお化け屋敷がね、あるので。あれ聞くの忘れた、先週どうだったんですか。今思い出した。そうだ、先週は一応まああれで3分間、この3分間でしたけども、まあ通過できなかったんですけども、できなかった。まあ初めての体験でいろいろちょっとぐらいはレベルアップできたのかなって。あ、やっぱ新しい環境で。他の人のとかも見ました。まあ軽く見たけど、うん、やっぱこのやなんだろう、売れてる芸人さんというか上の人とかの見たらやっぱ、うん、おすげえって思うし。あ、見れたんですね。これで笑わしきれるんだみたいな、いい意味で。あ、なんだろう、自分たちだったらこの全く同じことというか、うんうんうん、このぐらいのことをやっても多分笑いは取れないけど、この内容じゃなくてやり方みたいな、やり方とか見せ方とかやっぱすごいなとか、あ、ね、なんかやりきったもんがすごいみたいな。そうそうそう、なんかあるよね。あ、すごいと思ってたくさん勉強もできましたね。あ、チャラい警備を放たエコザエルさん、お疲れ様です、ありがとうございます。バイバイ。ありがとうございます。やってもーれってなんだ。